宇都宮市選挙管理委員会は今日任期満了に伴う市長選挙の日程を11月10日に告示、17日に投開票と決定しました。宇都宮市選挙管理委員会は、今年11月27日に任期満了となる市長選挙の日程について、11月10日に告示し、17日に投開票を行うことを決めました。 近年、投票をめぐっては、全国的に投票所での写真撮影や、撮影した写真の SNS への投稿が問題となっています。そこで、市の選挙管理委員会では、秘密投票の原則や、投票所の秩序を保つ観点から、新たな方針を策定し、原則、投票所内や開票所内での撮影や録音、通話を禁止して、 中止命令に従わない場合は退室命令や警察への処分請求などを行っていくということですまた市の選挙管理委員会は投票率の低い若い世代により関心を持ってもらおうと選挙啓発用としては県内で初めてとなるラッピング宣伝カーの導入を決めました市は若者の心をつかむデザインとするため政策を 宇都宮メディアアーツ専門学校の学生に移植しましたラッピング宣伝館は長さおよそ2.5メートル幅およそ1.1メートルの一人乗りタイプの電気自動車で車両全体にデザインが施されます最近では先月行われた東京都の知事選挙でも活用され話題を集めました ちょっとでもこう選挙に行ってみようかなっていう若い方に興味関心を持っていただいて、でその上で、えー、まあ投票所に足を運んでいただければな。選挙期間中は駅前や大通りといった人通りの多い場所や商業施設の近くを中心にスピーカーでアナウンスを行いながら走行し選挙の周知や啓発を行います。宇都宮市長選挙をめぐってはこれまでに。 市政史上最多の6選を目指す現職の佐藤栄一市長62歳のほか茨城県つくば市の副市長を務めた元財務官僚で新人の毛塚幹斗氏33歳が立候補を表明しています。